やっぱり覚醒展開は燃えるぜ。引きこまり吸血姫のモンモン、第4話の反応集行ってみよう。こまりん、こまりん。オープニングライブありません。ドシリアスだから、さすがにオープニングわかっとか。まあめっちゃシリアスやってる最中にこまり様オンステージなオープニングはな。あはははかお持ち状態で壊れちゃってるやん。早く分からせてほしい女だなマジで。こういう役の天宮そらさんは珍しい。ついでに死んでるよハン君。死んでない。クズって言うけどマジモンのクズだからな。アニメ特有の全盛期回想来た。これ一瞬カラスがお父さんなのかと思った。のっけからこいつが悪くて笑った。聞けば聞くほど逆恨みの導入にしか思えないが、ペンダントを奪おうとしてテラコマリベルリネッタさんにボコボコにされた日。実力至上主義の教室、強くなれって言われてどうしてあんなクズになったんや。戦いの訓練アワーになった。やっぱその弱肉強食社会の協調で吸血鬼設定か。もう授業は始まってるんだよ。いや自己紹介ぐらい普通にやれや。まあこんな教育されたら歪むか。白身テロップ。イノウ、私の幸せな。イノウがないと実家に軽んじられる流れか。毒親育ちでサイコパスになったってこと。非逆児がいじめ加害者に転ずるルートでやるのか。地球破壊棒来た。赤ちゃん産めなくなっちゃう。びっくりするくらい根性オンで草。ヨナになってきた。あ、いじめ怪人に耐えれば強くもなるのか。死にかけるとパワーアップするとかサイヤ人。こんな修行してたらペンダントの剣なくても狂ってただろう。非常に申し訳ないけど可愛いと思ってしまった。天宮空の苦悶の悲鳴からしか吸収できない栄養素。1ヶ月で成果を求められてる。そんなすぐに覚醒するもんなの。その異能が引きこまりに芽生えちゃったから執着してるわけね。比べるのは親としてあかんわそりゃ。これは人格壊れますわね。だからといってそのための逆恨みか。ビルも劣化解放してたの。ビルにすらコンプレックス抱要素あんのかこいつ。パンドラポイズン。ユリやった。血を吸うと未来が見える。このメイド未来予知できるの。かわいそうな人ですね、パオリ。いきなりかわいそうな人ですねと煽られた。遠慮せず言った結果これかい。今の会話でそんな急変する。だからこんなに性格歪んじゃって。やたら過激ないじめしてると思ったらビルもコマリ様もコンプレックスをダイレクトに刺激してくる相手だったわけだ。そんなんだから異能が目覚めないんだよ。コマリの父親が娘ラブなまうまお父さんなのと対照的だな。政治家の娘が頭吹っ飛ばしてへんか。だからガンガンいじめてたのかよ。またかわいそう言われてる。哀れむなよ哀れむな。イライラで笑った。いじめられてる時にそんなん持ってきちゃダメだよね。死んでしまってて草。そこでスパッと行かれちゃったんすね。やっぱ暴力って全て解決するんですね。当事者両方ともここでの記憶が飛んでるのかよ。ミリセントが歪んだのは親と家庭教師の影響なのか。追放された悪役令嬢。全部自業自得で草。やっぱり救いようのないクズだな。キチ、イファミリーイッカリサンダンスで笑った。完全に自分のせいじゃねえかバカだろこいつ。追放された悪役令嬢はテロリストになって無双します。自業自得すぎるし、自分が弱い結果だから家訓通り受け入れればいいのに。世界の悪意とか言われても先にいじめたのが悪いが。そこで似た者同士と言えるコマリ様よ。まあタコマリ様がミリセントを哀れんでる。普通に自業自得だから同情しない方がいいよ。痛いんだぞ、治らないんだぞ。うるさいですね。天産高笑い似合うな。ヨハンのことも心配してるコマリ様マジでいいやつ。死亡ノルマ来た。先に殺しておくのはロタ。結局死ぬ定めで草、不憫すぎるでしょ。とりあえずこの金髪の人が不憫すぎる。まあ確かにこうすれば絶対死はしないからね。死んでも生き返るならまあ殺せばそりゃ安全だ。そんなドラゴンボールで生き返れるからみたいなことを言われても。殺しておけば人質に取れるとか殺しておけば殺されないとか、このアニメ地味に生き返る設定活用してて偉い。アクションきた。コマリ様割と動けるのね。コマリ様普通に魔法使えるの。こいつ一度負けた相手を舐めてやがる。もっと強調した拘束の仕方じゃないと。100億年に一度ではなく1億年だった。
マジで意味わからんけんそん。頭おかしくなっちまったんじゃねの。岩で潰した。やったか。天山の断末魔いいぞ。本気出せば強いんじゃん、コマリさん。マジで普通に強いな、コマリ様。うすり。あ、やはりまだだったか。何度でも蘇るさ。ピンピンしてて笑った。天宮空さんの狂気の演技すげえな。えっくいな。天宮空さんめっちゃ楽しそうでよい。天宮空、これはもう逆ニスではとなってる。おしっこかと思ったら流血だった。性癖が思ってたやつとちゃう。天山ノリノリで臭すぎる。萌え萌え暴力フィーバータイム。天山めっちゃ楽しそう。億年単位の掛け合いが3年になった。3年遅いって。3年前は死んでただろ。なんか普通にバトルブツやってる。泣け泣け泣け。天宮空がクスノキと森をぐっちゃぐちゃに敷いてあげてるの興奮するぞ。さすが3年前に死んだ人の言葉は違いますね。いや、犯罪加害者のお前が言うなよ。お前に味方がいないのは犯罪加害者だからだろ。うるちゃい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 。チケチャップオムライスを思い出してダメ。直接の吐血はかけない規制でもあるのか。3年前も今回も自分のせいでコマリ様を覚醒させちゃうやつだなこいつ。王の姿を見せられて動揺するあたり、まだ政治家系の未練が残ってるんだな。メイドちゃんが？うるせえんだよ、回し蹴り。転び方が面白い。クライマックス BGM 来た来た来た。諦めない心ってこういうことなんだよ。上から来るぞ、気をつけろ。魔法弾の軌道がえぐい。これだけ売ってるのに直撃少ないんだよな。狂ってるのは自分の方やろ。お、イクッション、衝撃はゼロ。おいおい、これは死んだやろ。めっちゃ重量のある落下だな。どんだけタフなんだ、テラコマリ。メッサダミ声で喉やられそうで心配。自分で引きちぎった。なんだ、高速溶けるじゃん。うわ、めちゃくちゃ痛そうな。血を与えると覚醒するんか。そういえば吸血鬼だった。コマリ様の未来が見えるってことはコマリ様生存確定ってことだよな。うお、でっかひかさ。キービジュアルきた。これが真、テラコマリ。血を取ることがトリガーだったのか。血を飲めない吸血鬼なんじゃなくて血を飲んじゃダメな吸血鬼だったか。最弱が最強ってパターンか。本気吸血覚醒環境だ。殺しても生き返る世界で殺すぞってあんま脅しにならんくない。劣化解放すげえ。ミリセントちゃんいつも煽られてんな。かませ犬天宮空からしか吸収できない栄養素がそこにある。わ、ストーカーだ。いいとこで出てくんな。お前ら実況しに来たのか。大変盛り上がるオープニング来た。オープニングかかった。これで勝つる。オープニング鳴らして勝てない理由ないんだよな。コマリン、コマリン、コマリン、ワーストワン、ワーストワン。急に周りがオタクライブになってて笑った。さすが吸血鬼、ブチギレたコマリ様はかっこいい。ここで確定サビ入れてくるアニメは勝利確定 BGM。 手が、あー手が、あー腕吹っ飛んでてくさ。死んでも生き返るし再生するからってグロイグロい。まだ10時台ぞ。両手なくなっちゃったね。両腕を切り落とされた女の子はエッチ。覚悟の準備をしておいてください。最後の最後で悟りを。心が弱えレジョーなのか。トラウマ持ちの悪役が最後に悟る展開好き。本性が犯罪加害者だから違った未来はないと思うよ。見せられないよ。普通にぶち転がして勘弁してやるとは。こうして世界に平和が訪れた。コマリンエッチ。ゴロ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 、30秒前との落差。急に萌えアニメになった。やっぱ神器使ったから傷が残るのか。さすがにセクハラしないか。別格解放するとき記憶飛ぶのか。使い勝手悪いな。3歳は早すぎるし心の杖吸血鬼なのかも関係ないだろそれは。皆殺しにされてしまってて笑った。すぐ皆殺しするじゃん。大猿になってじいちゃん潰した悟空みたいだな。そういうことだったのか。だから血が嫌いだったのね。あの後誰かが助けに来てくれたんだな。適当。ちゃんと変態メイドに戻ってる。よかった。3年前関係なくガチの変態だからメイドやめないだろこいつ。下着を盗むしかないよな。シリアスな場面だったのに。
下着は金なんかより価値があるだろうがよ。一ミリも泣いてなくてくさ。泣いたふりかわいい。プロポーズきた。こまりちゃんかわ。このメイドの頭やばすぎる。メイドが変態なので言いわなしになりきれねえ。いい最終回だった。天さんのイカレ演技が最高でしたね。天さんのやべえやつ生きてはいるんだろうけど今後出てくるのかな。巻き気味予告だな。おい、来週 CV 岩見真中さんの女出るじゃん。なんでこのアニメ予告3秒くらいしかないんだ。コメディーやってくれれば僕は満足するよ。コマリ様の覚醒はカタルシスあったけど思った以上にリョナ展開だったな。予想以上にガチバトルで草、美少女同士のリョナでマニアも大満足の内容。女の子を肉体的も精神的にも傷つけるのは楽しいという思いが伝わってくる言い話でした。すごいリョナアニメでびっくりしちゃった。今期一番ブロいのがユリアニメってどういうことや。いや、女の子が血を流しながら殺し合うアニメって素晴らしい。ハッタリで乗り切っていくと思ってたら女の子同士のガチリヨなバトルアニメとはたまげたわ。急にグロバトルアニメになったな。メイドとのれライフを楽しむアニメだと思ってたのに。しかし下手なバトルものよりバトル作がしっかりしてたな。今期のあれやそれがひどい絡めの保養になった。シリアス回もこなせる良作でした。次回は反動でエロくなるんだろう。そうだろう。スーパーコマリンかっこよくて強すぎたまらん。そこにしびれる憧れる。血飲んだら誰かで構わず殺戮するバーサーカーじゃん。主人公は俺らと同じ引きこもり美少女なかったのかよ。血を飲ませないのでな口に慣れさせないといけないのではないか。この場合コマリは二重人格的な何かなのかな。能力発動中と通常時で性格変わりすぎだが、テラコマリスの状態でもそれなりの戦闘スキル持ってんじゃねえか。誰だよ、テラコマリの戦闘力ゼロとか言ってたの。記憶ないっぽいからこれからも自分が弱いと思いつつ将軍をやってくんかな。ミリセントは幼女の頃から調教されてたんだな。それじゃ歪むわ。武術の先生の棒でロリ美少女のお腹ブリブリは事案だよね。アマミヤソラって最初清楚系正統派ヒロインで売り出そうとしてたけど、クズキャラとかホキャラの方が圧倒的にやってるよな。天ちゃん楽しそうに演技してたな。でも生きりまくってたやつがボコられるシーン爽快で気持ちいい。殺す殺す言うて全然殺さないなんてるロケンの雷獣太先生みたいなやつやな。わろた、なんか最近見たなと思ったらそれだわ。まるで最終回だったけどこの後どうすんだ。ここからはコメディーアニメになるん。コメディーシリアス、コメディーシリアス、各巻ごとにこんな感じ。今回は1巻までの内容。一巻の終わりだから最終回でも合ってるだろう。何事かあって続巻しなかったら終わりだからな。ということで引きこまり吸血姫のモンモン4は視聴させていただきました。まあ先週の時点で分かったように、今回は寺こまり様の熱き覚醒だった回でした。正直めっちゃいいタイミングでオープニングが流れたので、なんかわからんがすごい熱いじゃんって思ってしまった私はこのアニメにしてやられたんだろうな。それまでの流れというか、このメスガキのミリセントってやつ、一丁前に悲しき過去みたいなことやってましたけど、全て自業自得でしかないクズでいっそすがすがしかったです。ここまで逆恨みで復讐とか言っちゃってるキャラ久々に見た。確かにまあ家柄が良くないのはわかりますけどさ、それでいじめていい理由は一なのもないからな。ましてや百歩譲って嫉妬でコマリをいじめてたとしても、メイドまでボコすのはマジで意味わからん。未来を見てくれって自分で頼んどいて逆ギレとか、こいつ別にこの家じゃなくても結局どっかで歪んでただろう。まあそんなクズ中のクズを圧倒的な力でカスカスにする逆転劇は見ててカタルシス座ったし楽しかったです。ってか皆さんおっしゃってたように、めちゃくちゃグロくてリョナをガンガン入れてくるアニメだな。そういう意味では唯一無二の貴重なアニメかもしれん。今日ここまでのドロドロ美少女キャットファイトってないよ。正直私はそこまでリョナが好きではないので、ちょっとやりすぎじゃないかって思ってしまうところもありました。しかしこのメスガキはこの後出てくるのかな。ここまで来たら変にいいやつにならないで、ターミネーター的なしぶとさで姫を付け狙う的なキャラなってほしい。あとこれ強くなってる時の記憶がないって言ってましたけど、今回メイドだけじゃなく部下たちにも見られたんですが大丈夫なのかと思ったけど、あれか、部下たちは弱いとか思ってなくて普段から強いままと思ってるから別に大丈夫なのか。ここから先敵が出てくるたびに覚醒して倒すみたいな様式美な流れだったら、どこかで工夫をつけないとワンパになってしまうかも。どうやら来週からまたコメディーパートに戻り、数話かけてまたシリアスという流れになるっぽいし、あと復活するときは神具でつけられた傷も治るのかと思ったけど、
そこはそのまま残るんだな。ヨハン君かわいそう。以上、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。気軽にコメントもどうぞ。